回転丸。回転丸は、幕末期の江戸幕府が所有していた軍艦の一つ。木造外輪式の蒸気船で、マスト3本のコルベットである。排水量1678トン、400馬力。全長 70.10 メートル、全幅 10.46 メートル。大砲は、左右に40近ライフル砲5門ずつ、前面に50近ライフル砲1門の合計11門。プロイセンで製造され、イギリスで改装。機関と機関、武装は、イギリス製だった。ダンツィヒ号、イーグル号、回転丸と名前が変わった。宮古湾海戦における活躍で知られている。元は安政2年、1855年建造のプロシア、後のドイツの軍艦ダンツィヒ号である。プロシア海軍創設期において建造された木造外輪式蒸気コルベットだった。設計及び蒸気機関の製造はイギリスに依頼されたが、プロシアのダンツィヒ造船所で最初に建造された軍艦である。それまでプロシアでは商船しか作ったことがなかったので、優秀な商船諸工を集め、国内産の最上のオーク材を使って船体を作ったという。当時の木造軍艦の寿命はおよそ8年で、文久2年、1863年頃には軍籍を外れ、武器が外された。これには、ちょうど蒸気軍艦が外輪式から内輪式、スクリューへと移行した時期だったとも関係すると考えられる。つまり、外輪式は旧式になりつつあり、プロシア海軍の主力艦としてはふさわしくないとされたようである。購買された結果、イギリス商人が手に入れ、ロンドンにおいて修理。新たに武装が施され、大砲は左右にイギリス製の40近ライフル砲を5門ずつ、同製の榴弾砲を2門、前面に50近ライフル砲1門を備えた。また船首を飾っていたダンツィヒ氏、現在はポーランド領グダニスクの象徴である女神像は和紙に変えられ、イーグル号と名付けられた。外輪式は内輪式に比べて馬力の割に速力が出ない。そのため、当初からか、改装時かは不明であるが、コルベットとしては小型の船体に400馬力という強力なエンジンを積んでいたものと考えられる。慶応元年1865年アメリカの会社の手に渡り長崎に開港された。同年長崎奉行の服部筑前主上潤が18万6,000ドルで購入。当初は乗組員も長崎奉行の手で決められ、艦長は支配組頭の柴誠一。乗組士官も多くが長崎の地域人だった。第二次長州征討が始まったため、幕府海軍所属となったが、艦長をはじめ、乗組員はそのままだった。慶応2年、1866年7月に小倉へ開港され、小倉口の戦いに参加。長州藩の砲台等と交戦したが特に損害はなかった。8月には幕府海軍の撤退により、長崎を経て、江戸に向かい、その後天保山沖警備に従事。故障修理の後、幕府重役の上洛などに使用された。慶応3年、1867年の暮れ、江戸薩摩藩邸の不穏な動きが高まり、幕府は攻撃を決意した。それに伴って、回転丸は品川沖で警戒をしていたが、薩摩の武装運搬船、将校丸が藩邸から逃れた。藩士、浪士などを収容し、逃れようとするのを追いかけた。折あしく、柴艦長は命令授与のため上陸していたが、小舟で次戦を追いかけ、最初の攻撃は副艦長が仕掛けた。横須賀沖において、将校丸の前に回った回転丸は、砲撃によって命中弾を出し、将校丸に損傷を与えたが、反撃を受け、取り逃がした。ようやく次戦に追いついた柴は、そのまま、下田まで追跡したが、逃げ切られた。戊辰戦争の初期には、海陽丸を旗艦として、大阪、兵庫の間にあり、薩摩藩の蒸気船春日丸を追跡したりした。慶応4年、1868年4月11日、江戸城無血開城とともに、幕府海軍が所有していた軍艦は、新政府軍に譲渡される予定であったが、海軍副総裁、榎本武揚がこれを拒否。交渉の結果、甲賀源吾が艦長を務めることとなった回転丸を含め、海陽丸、万竜丸、千代高立丸の軍艦4隻が徳川家に残されることになった。この4隻の軍艦を中心とする榎本艦隊は、徳川家の駿府入りを見届けた後、海陽丸を旗艦として、将棋隊残党や遊撃隊など、旧幕府陸軍を輸送船に乗せ、同年8月19日に品川沖を発して仙台を目指した。艦隊は台風による暴風に襲われ、大きな被害を受ける。回転丸は前部と中央のマストを折り、後部マストのみになった。無事仙台松島湾に入港の後も本格的な修理をする暇がなく、前部に短いマストを立てたのみで、帆を用いることはしなくなったため、一見、鋼鉄のモニター艦のように見えたという。甲賀艦長のもと、気仙港では、旧幕府の小船千秋丸を捕獲。蝦夷地へ渡った後も、函館港占領、陸戦の支援など、函館戦争では、主力となって活躍し、海陽丸座礁の後は、旗艦となった。最も知られている回転丸の活躍は、宮古湾海戦、鋼鉄艦奪取作戦である。結果的に、たった一艦で敢行することとなった、この戦いで、甲賀源吾が戦死し、総司令官として乗船していた、荒井幾之助が、自ら舵を握って、新政府軍艦隊を振り切った。明治2年3月26日に、回転丸は万竜丸と共に、函館に帰還。その翌日には、新たな艦長を定め、新政府軍の襲来に備えた。4月、新政府軍は、乙部に上陸を開始し、回転は、木古内沖で新政府軍艦隊と接触したり、当別、現、北斗市沖で春日丸と砲火を交えたりしたが、本格的な海戦には至らなかった。回転丸は、旗艦として、函館湾海戦に臨むこととなったが、度重なる海戦の結果、両艦千代高立丸の捕獲、万竜丸の故障により、5月7日には、孤軍奮闘を強いられた。鋼鉄艦の砲撃によりついに旗艦を損傷、船としての機能を果たせなくなりながら、陸地近くへ寄せてなおも奮戦。動けないでいた万竜丸や台場からの砲撃にも、助けられ、その日は新政府軍側艦船を退かせた。4月24日の開戦当初から、回転丸が被った弾丸は80発を超え、修理することもできないので、浅瀬に乗り上げ、片舷に砲を集めて、浮き放題として利用されることとなった。5月11日の函館総攻撃において、故障が治り一艦のみで奮戦する万竜丸を、弁天台場と共に援護していたが、函館市中に新政府軍が侵入。背後からの砲撃も受けて、荒井幾之助を筆頭とする乗組員は、回転丸を脱出して一本木へ上陸、五稜郭へ撤収した。その日、回転丸は新政府軍の手で焼かれた。放火され、煙突、外輪、後部の船体が残った状態の回転丸の写真が残っている。当時の函館では、千代田ぶんどられ、半両巨じゃる、鬼の回転骨ばかりという歌が流行ったと伝えられている。後日談を荒井幾之助が書き残している。団地秘蔵選書で学んだ技師、ネーリング・ボーゲルは、オランダ領事の紹介により、幕府に招かれて来日していたが、くしくも、かつて自分の手で検査したダンジック号がイーグル号と名を変えて、長崎に入港するのを見た。その船はさらに回転丸と名を変えて、日本で活躍したのだが、明治16年、1883年、当時三菱に雇われていたボーゲルが、函館港の浚渫を監督していたところ、ドイツの木材が多量に出てきた。回転丸の残骸だったのだ。ボーゲルは、数奇な運命をたどった、ダンジック号を忍び、記念にその木材で椅子を作って愛用した。旧知のボーゲルからそれを告げられた荒井は、その木材の一部をもらい受けて、タバコ本を作り、後にそれは、甲賀家に送られた。回転丸についての以上の記述は、回転艦長、甲賀源吾伝、詳細は、夏季参考文献参照に付録として収録された荒井幾之助以降、回転丸の前身ダンジック号によるところが大きい。同以降は回転丸の話と名付けられ、昭和8年、子息の荒井睦夫によって、海軍省に寄贈されたらしいことが、アジア歴史資料センター海軍省公文備考類、収蔵、睦夫の大隅峰夫海軍大臣宛て手紙でわかる。その手紙には、明治30年頃に、東京におけ個人が思い出のままをあり、合わせの詩編にまとめたるものという説明がある。明治30年頃といえば、ちょうど雑誌、旧幕府が刊行されていた時期で、復刻版、旧幕府の目次に、回転丸と見えるので、同じものかと推測されるが、未見である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。